に燃える鶴竜コンビ V1 達成か、それとも参戦ロビー世界100王者の名誉をかけまして2年連続優勝か。いよいよ大詰め、84年世界最強タッグ決定リーグ戦最後の公式カード、鶴田天竜組が入場してまいりました。果たして V1 達成はどうでしょうか。優勝するためにはハンセンブロディ組にもう勝つしか手段がありません。しかしハンセンブロディ組を倒すのは至難の技です。奇跡の大逆転優勝に全てをかけます。輝かしい栄光と賞金10万ドルを果たして手にすることができるかどうか。インターナショナルタッグチャンピオンチーム得点9点の鶴田天竜、最後の公式戦試合に先立ちまして日本テレビから花束が贈られています。さあドイツは目前、ハンセンボディ優勝の最前線にいます。恐怖の操縦パワーは芝生の街を圧倒いたしました。横浜文化体育館の正面には今日12時過ぎには100人のファンが集まりましたけれども、やはりハンセンブロディでしょうというお話です。さあファンの期待に応えるか、ハンセンブロディ鶴田天竜を力でねじ伏せるか、ド迫力パワーで勝ち点2をもぎ取り堂々の優勝か。ブルーザーブロディ、そしてスタン・ハンセンリングに堂々現れてまいりました。最後の公式カード、もちろん30分の一本勝負です。人間キングコングです。相手を圧殺します。ブルーザーブロディ日本で写真集も出ました。 V2 へ自信満々、スタン・ハンセン新たな250ポンド天竜現状。天竜の今夜は根性に期待したい天竜です。250ポンドジャンボ鶴田、84年の締めくくりは優勝あるのみ、ジャンボ鶴田 V1 達成に向かう鶴竜コンビであります。さあ大変なビッグカードを迎えました。6100人超満員札止めの横浜文化体育館、大詰めの公式戦最後の試合でございます。さあ山田さん、最後の公式戦、いよいよ世界で一番強い84年のタッグチームが決定するわけですね。そうですね、まあ、文字通り男の戦いの、ね、決着がつくということなんですがね、まあ、何分にも強い相手ですね。鶴竜コンビにとっては本当に正念場なんですがね、はい、優勝の行方ですけれども、ザ・ファンクス対レイスニック組がともに10点になりましたので、この試合勝ち点2点を挙げたチームが優勝。ハンセンブロディは時間切れ引き分けでも11点で優勝。鶴田天竜組は時間切れ引き分けでは優勝はないんです。優勝するためには勝って2点を挙げるしかありません。さあ根性のファイトに期待、天竜が飛び出した、相手はハンセン、エルボー。さあ根性のファイトに期待、天竜が飛び出した、相手はハンセン、エルボー。まずエルボー打つ、さあハンセン、そしてパンチ、さあチョップで返す、天竜踏ん張った、天竜踏ん張った、今度は抱え投げ、ボディープレス、いや、ボディスラムですね。ボディスラムですね、はい、というかもう殺人投げですね。はい、もうデッドリードライブ、デッドリードライブですね。いやーすごい衝撃度、背中をさすります天竜。さあがっちりと四つに組んだ天竜が、いい立ち上がりを見せました。まあ力では押されましたけれども踏みとどまりましたもんね。もちろんそうですね、いい根性しています。今度はタックルだ、タックルは負けた、しかしスッと立ち上がる、いいんです。山田さん、倒されても倒されてもすぐ立ち上がればいいんですよね。そうです、そうです。さあ超重パワー、早くもキック、いやーすごいミラクルパワーコンビのキック、あれは効いたね、あれは来ましたね。しかし天竜は立ち上がるぞ、まだ立ち上がる。本当に今夜は天竜の根性のファイトに期待したい。やはり鶴竜コンビ優勝するためには切り込み隊長、天竜のファイトいかんですか。そうですね、はい、大きなポイントを持っていると思いますね、まあ、ただねこの試合について私はあの馬場選手にですねちょっとあの話を聞いたんですが、とにかくあのハンセンブロディの2人からピンホールを奪おうと、そういうようなことは考えない方がいいと、どんなにずるくてもいいからとにかく勝ちを考えろということでしたね。わかりました。さあ天竜から鶴田です。横浜文化体育館6100人、鶴田コール一色。さあ力を入れるぞ、力を入れるぞ、ジャンボ鶴田
インターナショナルタッグチャンピオンチーム、どうしても日本で一番強いタッグチームを証明するためにはこの世界の場で勝たなくてはなりません。もう V1 達成は鶴竜コンビに授けられた使命ですね、山田さんね。そうですね、それはもう何で何でもやらなきゃならないと、はい、いうことでしょうね。そうでしょうね。なおこのカードは開幕戦のオープニングスペシャルカードでも実現いたしましたが、11分47秒ノーコンテストに終わっています。そして山田さん、去年の蔵前決戦、この最強タッグの最後の決勝のカードもこのカードでしたね。そうですね、もう過去ね、なんだかなく戦っているわけですがね、はい、まあしかしとにかく両方とも大変な成長を遂げてるわけでね、はい、もうやるたんびに内容が素晴らしくなってきますね。本当ですね、迫力満点であります。全く目が離せません。今度はブロディからハンセンだ。さあ思い切って負け投げ一戦、鶴田が踊る、鶴田が踊る。さあ突進するハンセン、そして腕を取った、ねじ伏せます、天竜に渡します。天竜のつなぎも速い。さあ天竜が行く、天竜が行くぞ。おお速いタッチだ、迫力コンビの速いタッチプレー、これはいいぞ。非常に速いタッチプレーであります。再びジャンボ鶴田が登場してまいりました。去年の決勝戦は17分45秒予告ラリアットで天竜がマットに沈みました。そして V1 達成を阻まれたわけであります。去年は準優勝の鶴竜コンビ、そして優勝はもちろんハンセンブロディ。しかし V2 達成へ本当にまさに躍進というサンハンセンブルーザーブロディでございます。さあ両選手のこのやる気すごい勝負ですね、山田さん。とにかく力は入ってるし動きは速い、もうまさにやる気満々ですね、はい、ここまでのまだまだ序盤戦ですけれども、日本のリング上、いや全米のリング上でもキャンバスの中でピンホールを取られたことのないこのスタンハンセンブルーザーブロディをなんとかピンホールで抑えようという、そういう意気込みさえ感じられますね。そうですね、しかしそれを考えてるといけませんか、無理じゃないでしょうかね。あ、そうですか。もうとにかくね、もうインアウトでも何でもいい、とにかく勝てば優勝ですからね。ハンセンブロディチームは3年前に結成されました。そしてこの日本のリング上では、アシラハラ天竜組、それからザ・ハンクスが勝っただけ。しかしこれはこの鳥獣パワーコンビの暴走による反則負けだけでございます。もちろんピンフォール負け、ギブアップはありません。さあ鶴田が捕まりそうだ。おっと2人がかりの攻撃、スープラトンに出てまいりました鳥獣パワーコンビ。山さん、したがって山さん、先ほどから何度もご指摘になってますが、鶴田天理は当然暴走の反則負けを誘うべきなんですかね。そういう感じも当然あるでしょうね。キングコング、レッグドロップ、ギロチンドロップ、喉元をぐさり。鶴田呼吸がやや苦しくなりました。フライングメアで自分のペースを取ります。まあ、はい、方にもですね、仲間割れという形、空中分解によって、まあ、戦線から離脱という、はい、まあ、本体のジャイアント馬場選手、おそらくこれはやっぱりなんとかマナ弟子のですね、鶴竜コンビにこうなったら優勝をしてほしいというふうに考えていると思うんですね。そうですね。ですから、まあ、密かに作戦をさせてくれているのかもしれません。はい、しかしこの鶴竜コンビは全日本プロレスを背負ってたという逸材、世界のマット界にいた人も全く恥ずかしくない逸材。あと2位クラッシャーに出ました。これは何の考えか、鶴田どう読みますか。とにかくあの動きを止めようということだと思いますがね、はい、いい作戦ですよこれは、ね、この後の攻撃、しかし首を取って離しません。離さないですね。強い攻撃、ブルーザーブロディ、やっぱりあのヘッドロックが決まってますからね、やっぱり2位クラッシャーにも威力がないですね。はい、山さん、ピンフォールありはこのギブアップでは勝てないというお話ですけれども、実力的に鶴竜コンビはもうこの鳥獣パワーを倒せる実力まではいってるんじゃないでしょうかね。いや、もちろん実力的にはですね、白昼してるんですが、はい、何しろ上り調子、はい、ということから見てですね、もう完全にやる2点をもぎ取るためにはですね、ピンフォールを考えずにむしろ他の方法の方がいいんじゃないかというのが馬場選手のアドバイスですね。そしてこのために考案したスープラトンの鶴竜コンビの連携、このあたりも勝負のポイントになりそうですかね。そうですね、どこで出てまいりますか。まあ、それは確かにね、インフォールを取れば格好はいいですよね、はい、しかしそんな今格好なんか考えてる時じゃないと思うんですね。そうですか、はい、何しろがむしゃらに当たって砕けるという姿勢が一番いいんですかね。うん、そうですね、あの天竜選手もね、もうそれっきゃないよっていうふうに言ってましたね。わかりました。さあキングコングブルーザーブロディが攻め込んでまいりました。今日は鳥獣パワーコンビはスープラトン攻撃が多いですね。そうです、非常にね、慎重ですね。カウント5を非常にうまく利用しております鳥獣パワーであります。さあ
ここでタッチ、初めて鶴竜コンビのあっとダブルチョップ、ダブルチョップはいいぞ、もう一回手を振り渡します、ボディスラム、スピードに乗りましてトップロープに上がってフライングエルボー失敗、フライングエルボー失敗、こういう大技を失敗するとこの後ものすごい勢いでやってまいります、バランスを崩しましたらハンセンブロディは一気に獰猛な牙をむき出して無迫力で攻め込んでくるんです。ご覧いただきましたか、山田さん、チャンスを見たら攻め込む力はありますね。すごいですね、本当にすごいですね。とにかくね、何かああいうツーパートンをやってもね、全くすごい迫力、明らかにスケールが違うという感じですね。しかし頑張ります、今夜の天竜鶴竜コンビのこの大いなる野望というのはハンセンブロディを倒した時に達成できるわけであります。昨年は準優勝、今年は優勝だ、そしてインタータグも取りました。鶴竜時代をいわゆるこの内外に知らしめるためにも優勝はもう必須条件。今度は小松落とし、さあスタンハンセンを倒したぞ、チャンスを作るか、天竜チャンスを作るか、しかしスタンハンセンが猛然とまたカムバックいたします。もうこの復活力というのはすごいですね。いや、この人の場合はもう完全に超人的ですね、本当ですね。倒されてこれほど早く起き上がってくる男、めったにいないですね。そうですね、なんとか鶴竜コンビ動乱の85年代に胸を張って歩くためにもこの優勝は必要なんです。必死で見つめる6100人超満員の横浜のお客様であります。今日は東京地方からもたくさんのお客様が駆けつけています。山田さん、12時現在で150人並びましたからね、大変な人気ですね。さあ、超重パワーギロチンドロップ、ギロチンドロップ、ブルーザーブロディ、今度はレグブリーカーを打ってまいりました。スタンハンセンです。この超重パワーコンビの技の組み立ても冷静ですね。いいですね。飛んだのはブロディ、すごい迫力、すごい迫力、ブルーザーブロディ空を飛んでまいりました。見事な連携、もうドロップキックを打たすためにパチンとタッチしてますからね。そうです、もう文句がありません。さあブルーザーブロディ、もう一回スカート逆スイング、これはこうきた、さあチョップ、もう時代で鍛えました、ハリセンチョップ、さあ左の足に合わせました、ジャンプすると元気よくリングの中に入ってまいります、入ってまいります。ブルーザーブロディにモーデントジャンピングリーバンド打った、ヒットヒットヒット、顎を下す、今度は人間キングコング、ちょっとバランスを失っている、サイドのスープレックス、あと何度も投げているぞ、これは決まったぞ、決まった決まった、決まりました。さあ抑え込んだ、抑え込んだ、しかしこの一発では効きませんね。いや、一発だけではダメですね。そうですね、しかし先ほどから見てますと両チームともに連携がいいですね、はい、本当ですね、もう本当に心一体の攻防、はい、これはやっぱりさすがにね、質が高いですね、もう内容の濃い試合が今展開されてますね。文字通り勝ったチームがトップの得点で優勝でございます。鶴田天竜がこのチームに勝てば11点で優勝、超重パワーコンビ勝てば12点で優勝、さあ優勝はどっちのものか、賞金は10万ドルでございます。さあハンセンへのつなぎ、ハンセンへのつなぎ、ジャンピングニーパット、ジャンピングニーパットでお返し、スタンハンセン猛然といきます、エルボードラップ毒針引き刺さった、一気で止めるか、危ない、鶴田必死で返す、まだカウントワンで跳ね返し、またこれはいいスモールパッケージ、ホールド、細かい技を出した鶴田、そして自分のポジションを取ります、絶対に目線を外しません、相手をにらみつける、今夜はいい表情をしている鶴田。さあ今度はサイドのヘッドロックに取りました、天竜に合わせます。まだ山田さん、しかし鶴竜コンビの2プラトンがやや少ないですね。そうですね、ハンセンのドロップキック、うおーという歓声、ため息です。そして片指の体勢です。2人合わせてのダブルエンズイ、それからダブルラリアット、エンズイとニーパットのダブルアタック、いろいろ連携があるんですが、まだ完全燃焼、いつ燃焼するか。さあ超重パワーコンビ、今度はすごいダブルブレンバスター、超重パワーコンビのこの連携がいいんですね。非常にあのうまいツープラトンがですね、はい、先ほどから何回も出てますね。そうですね、ナイスボディアタック、豪快に飛んだ、これは危うし、鶴田のフォロー、しかしハンセンブロディは強い、まあね、本当に強い、とにかくね、手を変え品を変え、ありとあらゆる技をね、次から次へ出してきますね。日本のリング上80年4月の10万ドル争奪のリマッチでも優勝、いやダブルアタック、すごいショルダーアタック、
ちょっと天竜の表情が曇ってきましたね、はい、あのだいぶね、プラトンやられてね、スタミナを失ってきた様子が見えますね。あのショルダーアタックは効きます。するとちょっと、いや天竜ちょっと目が後ろになりました。そしておっとサポーターを下げて、ああ本当に肉のまま直撃ですね。膝が直撃です。あすごい、あ天竜の額、ね、右の額から出血。あ大阪大会で敗れた右の額の右側の部分、ここが破れてしまいました。あれだけの2パットを受けるんですからね。あ目の中に入ってますね、目の中に入ってますね。ちょっと目がうつろだ天竜、早押し。ここはなんとか頑張りたいところ。すごいブレンバスター、血が逆流、キングコングのブレンバスター、もうどこからでもピンホールは取れるという体勢。サンハンセン、ブルーザーブロディ、ここはね、どうしても繋がらないとダメですね。そうですね、こういうところでつなぎを見せなきゃ本当のこの、タグチームと言えませんね。そうですね。さあ天竜ちょっと方向感覚を失ったか。さあどうか、サンハンセンの陣営であります。さあ、あっとラリアットできません。危ない、あそこでラリアット切ったらもう終わりでしたね。エルボーでしたね、エルボーでなんとか天竜持ちこたえております。さあやられの美学が見られます。天竜がやられますしかし絶対にギブアップしないでしょう。今夜は死ぬ気で戦っています。天竜死ぬ気で戦っています。いやしかしここはタグマッチです。変わらなきゃいけない。あすごい、あブルーザーブロディのエルボー、足もすごい、手もすごい、そしてまさに人間圧殺、ブルーザーブロディキングコングが、さあ飛んでいくか。すごい刀、正面から当たりましたね。バンジキュースか、完全に動けなくなりました。さあ12点を取って優勝か。よく我慢しましたね天竜のこの我慢、まさに山さん、あー円錐狙ってました。後頭部へのハイアングル円錐切り。さあしかしどうしてもブルーのコーナーだ、ブルーのコーナーから赤のコーナーへ逃げ出すことができません。一発は決めましたけども2発目打たせませんね。そうですね。さあハンセンがバックした助走をつけて2発と、いやこれでダメでしょう。もう山さん天竜はもうダメですね。ずるずると飛んできましたね。さあ我慢にも限界がある。あーっと間のストレックス、これも効いた。天竜頑張れ、天竜どこまで頑張れるか。天竜の根性、あこうなったらね、隙を見てのダイビングタッチしかないですね、しかし絶対に鶴田の正面にこの天竜の顔がいかないようにしてますね、すごいこのつなぎを見せます。ハンセンとブロディ再びキックの線で、ここでダイビングタッチ、鶴田頑張るか。鶴田が猛然と行く、インターヘビーを奪った相手自信はあるぞ。鶴田が踊る、大きく人間コンキングコングにジャンピング2パット、かわしたぞ。さあ鶴田チャンスだ。バックドロップを決めろ、まだ行きません。満を持しています。スープラトンだ、突進、すごいショルダーバックル。天竜生き返った。天竜のこの生き様どうですか山田さん。元気いっぱいですね。すごい生き返り。さあここでスープラトンだ。さあどこを打ちましたか。今キックですかね。膝が当たったようですね。額に当たったようじゃないですかね。ドロップ今度はドロップキック。さあ一体サップを出してまいりました。古田が試合の点にあります。相手はブルーザーブロディ、やっと鶴竜コンビチャンスが巡ってまいりました。勝負は15分が経過しています。勝った方が優勝。あっとちょっとブロディも下に割れましたね。そしてジャンボ鶴田天竜チームは非常にこの試合で勝たなければ優勝はないんです。さあ大変な勝負になってまいりました。鶴田がやります。ファイルドライバーかブルーザーブロディ下を切っている。流血のキングコング、ファイルドライバー流血してからこれはいいですね。ちょっと足に痙攣か、さあナイスト。しかしブルーザーブロディは返します。大変な一戦になってまいりました。さあ鶴田がもう容赦なく攻めます。これで鶴竜コンビの優勝の可能性も十分に出てきました。フライングボディアタック体を預けた。さあどうだ、お世話せムードですね。非常にいいムードが来ましたね。鶴竜コンビはお世話せムード、今がチャンスですね。勝機が出てまいりました。キングコングは倒れている、目がうつろ、
こんなシーンは初めてです。さあもうドクドクと流れる血が右の目の中に入ります。完全にちょっと方向感覚ですか、はい、これ失ってますね。そうですね、初めてですね。初めてのシーンですね。連発からどんどん行きます。ここは攻めどころ。もう何しろ攻めて攻めて攻めまくれ。エルボーが、エルボーが押し打ちになりましたね。さあチャンス、さあチャンスが巡ってきた。チャンスが巡ってまいりました。天竜もフォロー。天竜は三半線にフォロー。反対のコーナーに鶴田がブルザブロディを発し合わせ。さあこんなシーン初めてです。さあダブルバックドロップ、ルーテーズバリ、ルーテーズを超えたバックドロップ。鶴田天竜もバックドロップを打った。さあとどめを刺せ、とどめを刺せ。初めて日本のリング上でピンポール負けた。さあ今度はダブルエンジン、ダブルエンジンでさあ反響場外に送り出した。さあチャンス、さあチャンス、スープラトンの追い打ち。鶴竜もう一回ダブルエンジン、もうキングコングを猛然と畳み込んでいます。さあ鶴田は試合の権利がある。操縦者はブルーザーブローディ。さあ三半線は外だ、三半線は外。さあ起き上がった、鶴田起き上がった。今度はオクトバスホールド、オクトバスに出た。万事だ、万事でギブアップだ、万事でギブアップだ。チャンスだ、チャンス、チャンス。三半線、三半線、ラリアット、三半線のラリアット、天竜の顎を砕きます。そして今度は思い切ってジャンボ鶴田の正面を向かせました。三半線のラリアットが天竜を捉えています。天竜ぶっ倒れました、天竜ぶっ倒れました。三線は試合の権利ありません。エルボーは、エルボーは失敗。鶴田の目標はブルーザーブローディーだ。鶴田頑張れ。鶴田一人で戦っている、鶴田一人で戦っている。背中越しにジャンピング2パット、ジャンピング2パット。ブルーザーブローディー、ちょっと鶴田が、鶴田が気を失いかけた。危ないぞ、スープラトンがありますぞ、スープラトンがあるぞ。スープラトンの2人がかり、パイルドライバー、パイルドライバー、行った。三半線は襲いかかりません。さあジャンピングパイルドライバー、ブルーザーブローディー。そして今ゴングが打ち鳴らされています。その前にジョイジクレフジを突き飛ばしましたか。そうですね、そうですね、走行ですね。はい、さあリング上、さあラリアットの洗礼を受けるか。もう一回ラリアットの洗礼を受けるか。ドリーマンクジュニアが来ました。ドリーマンクジュニアが射精、足を掴んでますね。足を掴んでラリアットを打たせません、ラリアットを打たせません。ここでザ・パンチが飛び出してまいりました。さあドリーマンクが猛然と三半線に襲いかかる。ドリーがガッツリとガッツリと足首を持っている。三半線に攻撃、リングの中今やっと気がついたのが天竜。さあテリーファンクが怒っています、テリーファンクが怒っています。さあ優勝の行方はどうなのか、優勝の行方はどうなのか。18分47秒、今結果がつけられておりますが、反則、反則、ブルーザーブローディの反則負け、2点をもぎ取って優勝。ジャンボ鶴田天竜悲願の優勝でございます。いやー、やりましたね。いやー、そうやりましたね、そうやりましたね。とうとう V1 達成でございます。インターナショナルタッグチャンピオンチーム、もう後半は操縦カーをズバッタリいたしました。もう今日は勝った試合というふうに言っていいですね。そうですね、間違いないですね。結果的にはね、監督で勝ったということになってますが、もう事実上あそこまで追い込んだということはもう勝ちと言っていいですね。そうですね。そして試合の勝負が終わってから、ザ・パンクスがリングサイドにやってきて、この鶴竜コンビに加勢いたしました。それでもう非常に強い味方を得ました。ジャンボ鶴田天竜チーム堂々の V1 達成、喜び合っています。アメリカの視聴覚ですからね、山田さん。そうですね、まあ、自分たちがね優勝できなかった、はい、しかし自分たちの学弟子の鶴竜コンビがね、はいはい、優勝してくれた、これは師匠にとっては嬉しいですよね。そうですね、もう喜びを十分に表に表します。ジャンボ鶴田と天竜、84年のこの2人の成長を改めて思い起こしますと、じわ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 とこの1年間実績を作りまして、この暮れの祭典で一気に花を咲かせという感じがいたします。天竜はユナイテッドマスターのヘビー級のベルトを奪取、テッド・デビアス、ディック・フレーター大物に防衛、そして天竜は NWA 世界チャンピオンディック・フレアーにも勝利を得ています。
そして鶴田は日本人として初めて AWA の世界チャンピオンになりました。アメリカに世界のベルトを引っ提げまして堂々のサーキットも果たしました。そして秋にはブローディ・ブラックウェルドを破りまして念願のインターターグを取って、そして V1 達成でございます。優勝ジャンボ鶴田天竜チーム堂々11点で優勝。何しろ倒した相手がね、はい、相手だけにこの一勝というのは非常に重みがありますね。その10万ドルのプライスマネーが今送られました。これで激闘が予想されます。85年のプロレス界にこのジャンボ鶴田天竜は堂々胸を張って歩けることでございましょう。そして85年も鶴田天竜を中心に全日本プロレスは回転していくことでございましょう。リング上表彰式が続いております。三賞が決まりました。殊勲賞がファンクス、担当賞キッドスミス、技能賞ハーリーレース、ニックコックインフル組。表彰式が続いておりますが、この辺りで横浜文化体育館からお別れしたいと思います。非常に盛り上がりました。84年世界最強タッグ決定リーグ戦、今年最高の栄誉を、勝ち取ったのはジャンボ鶴田天竜でございます。解説は東京スポーツ新聞社山田隆さんでございます。山田さん、長い間どうもありがとうございました。どうも。この辺で横浜からお別れいたします。さようなら。85年激突オールスターウォーズ日程です。1月2日3日4日後楽園ホール、5日清水、6日大阪府立体育会館、7日徳島、8日愛媛、9日暮れ、10日北九州、12日佐世保、13日柳川、14日鹿児島、16日宮古の城、最終戦は2月5日東京体育館です。来週は熱戦を繰り広げた世界最強タッグ総集編をお送りします。夢の対決ハンセンブロディ組はレイスボックウィンクル組などと対決です。